とということで今回はダイソーで売っていた LED のテープライトこちらちょっと購入してきましたはいでは早速開けてみましょう税込み円で超お買い得中身は こんな形で巻いてありますでこれは、えー、USB の、えー、差し口になっているので、えー、説明書を見ますと,、えー、とアダプターあれば、えー、コンセントから直接取ることもできますしあとはパソコンの USB 端子からも取ることができると思いますあとうちは、えー、ちょっとモバイルバッテリーで使ってみようかなって で、えー、購入してみました。で、ものは、えー、こんな形でですね。これ、えっ、ー、と、長さが、えー、1メーターのものを買ってきました。色は、ウォームホワイトっていうものなんですけど、実際、あと、えー、普通の、えー、ホワイト、えー、ブルーと、えー、ピンクと、種類があるみたいでした。 実際、えっと、グルーはもう売り切れていたので、えー、購入はできなかったんですけど、今回はウォームホワイトというような形で買ってきました。で、こちらが、えっと、裏側になるんですけど、裏側が、えー、全部両面テープになって、えー、直接貼れるみたいになってます。実際にちょっと、モバイルバッテリーにつないで、えー、使ってみようかなと思います。 はい。では実際ですね、えっと、モバイルバッテリーにつないで、えー、ちょっと明るさ見てみようかなって思います。ちょっと巻いたままなんですけど、実際どのくらい明るいのか。あ、ちなみにこれもダイソーで売ってた、えー、モバイルバッテリーになります。意外と壊れないで丈夫ですね、これ。あ、意外と明るい。 こんな感じですね。で、これのいいところが、実際ですね、メーター1メーターなんですけど、貼りたい場所が1メーターない場合は、カットして使うことができるようです。で、カットの方が、えー、こちら、えっ、ー、と、ハサミのマークが、えぇ、ー、ところどころに、えー、刻んであるので、ここからカットすると、えー、うまいこと、えー、いらない長い部分。 がカットして必要な長さで使用ができると。とても優れものだと思いますね。で、実際これ何に使おうかって考えたんですけど、えー、まあ家の中で関節照明もいいかなと思ったんですが、今実際作っている、えー、ラジオフライヤー、ミニミニラジオフライヤーの装飾として使ってみようかなと思います。それでは実際に貼ってみようと思います。 はい。では実際にミニミニラジオフライヤーにつけた感じがどんな感じに光るのか、ちょっとこれから電源入れてみたいと思います。はい。実際この裏側に貼ってみたんですけど、ジャストサイズなんですよね。えー、はい。実際こんな感じで つけることができました。意外とマッチして、全面光るようになってます。で、えっ、ー、と、今回は先ほど話した通り、モバイルバッテリーをつないで、えー、接続してみました。この暗い状態からライトをつけるとどんな感じになるかというと、 このくらい明るくなります。いかがですかね結構明るいですよね。夜の道これで走ったら結構かっこいいかなと思って。ミニミニフライヤー。ちなみに我が家のバギーはこんな感じ。じゃあ並べてみるとこんな感じ。 これでも十分かっこいいかなと思います。これ、姉ちゃん号です。